あゆなです。今回も実況をやっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。めっちゃさっきからカン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 ジュー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 聞こえるけど、とりあえず体力が少ないけんちょっと一旦寝てからにしとこうね。ここで寝る。体力を万端にしとかんかったら、暗い闇の中に光が見える。どうやら夢を見ているらしい。え、夢の中？誰？どこ？え、なんですって？王様の話を忘れた？お願いしますよ、大事なことなんですから。私が言われようよね、これ。では私から失礼して。うおっほん。その昔、伝説の勇者ロトは神から光の玉を授かり、この世界を覆っていた魔物たちを封じ込めたと伝えられています。しかし、いずこともなく現れた悪の化身竜王が、その玉を闇に閉ざしてしまったのです。闇に。このままでは世界闇に飲み込まれ、やがて滅んでしまうでしょう。竜王を倒し、光の玉を取り戻す。それこそがあなたの使命なのです。え、私？国中の人々があなたに希望を託しています。どうか竜王を倒し、この世界を救ってください。国中の人々っていうのはなんだ？遠い記憶の断片のようだ。しかし自分自身の記憶なのか、他の誰かの記憶なのかよくわからない。他の誰かの記憶だとしたらどうやって私の中にあるんだ、それが。二重人格かなんかですか？お。ん？とりあえず夢については何もないわけだ。ああいう変なイベントがあるってことかな。よし、じゃあとりあえず、もう一人。おーい、どこ？あ、こっち？あ、いたいたいた。へい。おい、あゆな、あのピリンって子から聞いたぜ。何を？この町をもっと大きくするために、新しい仲間が欲しいんだって？あ、そんな話しとったんや。実は俺にちょっとした心当たりがあるんだ。え、マジで？大木槌の里の奥に、細い道で陸と繋がった小さな島がある。ここに来る途中、その小島で人影を見た気がするんだ。そんなとこ通ってきたんや。もしその気があるなら行ってみるといい。誰か連れてくりゃ、ピリンも喜ぶかもな。おー、まあ仲間が増えたらね。そうだ、あいな。遠出するなら、街の外にも部屋を作るといいぜ。部屋？街の外を歩いていると、たまに壊れた家を見ることがあるだろう？あ、あるある。なんかここにも作れそうとか思うことが。そこを修理しておけば、冒険のちょっとした拠点になるはずだ。あ、拠点が増やせるってことね。なるほど。めっちゃいいやん、それ。他のとこにも作ってみたいね、そういうの。とりあえずここを本拠地にしといてっていうのね。さあ、あゆな、コンパスをよく見て、町人になりそうなやつを探してきてやんな。コンパスに目的地が表示された。お、これで、また新しい仲間が増えるんだな。やった。んで、大木槌の里の奥って言ったよね。へいへい、旅立つよ。来た来た。んで、目的地は、どこ？まだずっと奥の方やね。とりあえず、まっすぐ行きよったらいいかな、ここ。びっくりした、なんかと思った。大木槌の里案内所。なんか前に来た時より大木槌増えた気がするんやけど、気のせいかな。気のせいか。おー、走ってきた、走ってきた。私、この骸骨苦手なんだよ。見た目からして。え、んでこれ崖じゃない？どこ行ったらいいんやろ？こっち？あ、これやん、これこれ。ね、細い小道って言ったもん。うお。やべえ、銃もダメージが。危ないよー。この細い小道。これをずっとまっすぐ行ったら、多分島が。おし。お、初めて薬の葉を手に入れた。あ、やったね、薬草。傷によく効く成分が含まれた植物。森のサラダをひらめいた。採れたて野菜がたくさん盛られたサラダ。へ、めっちゃいいやん。新たな食べ物も増えてしまった。ん？なんかここに洞窟みたいなのがある。なんか焚き火もあるね。とりあえずこれ薬草の素いっぱいと、うわ、びっくりした。こっちまで走ってきたし。追いかけてくるなよ、おい。おいおい。よし。で、ちょっと薬草の素はね、全部取っとこうかなっていうぐらい。え、てか。スライムおりすぎじゃね？ね、やばいぐらいスライムおるんやけど。うようよしすぎやろ。てかこの辺めっちゃある。薬草の元もいっぱいある。やったね。聖地や聖地。でも何これ、スライムに守られとんか。んあ、こん中人おる。洞窟の中に人が。ちょっと待ってね。この薬草を集め終わったら話しかけるから。っていう。めっちゃマイペースな。お、建物の上からも降ってきたよ。てかあんなとこにおってよく襲われんねん、あいつ。なんでスライムは中まで入っていかんのやろ。だってどう見てもさ、別に戸がついてるわけでもないし、ね。普通にさささって入ってって、ぼよーんってやっつけれそうやけど。へい、これで全部、かな？取り終わった。うん、取り終わった。じゃあ話しかけようか。何うなだれてるの？誰だい？君は。ここは危ない。早く逃げるんだ。早くしないと、死ぬぞ。え？スライム相手に？え？待って、モンスターを倒せとか言われても、なんか追いかけてきたし、吹き出し出てるし、なに 9 って書いとる。あ？消えた。え、消えたよ。しかもなんか音楽も平和に戻っ、待って、ここに入ったらなるんや。ここに入ったらってどこからかよくわからんけど、でもモンスターを倒せってなんか右下に出とんやけど、あれさっきね、手前の方に引っ込んだらなくなっとったんよ。ちょっととりあえずこの辺に落とし穴をね。前に見た、おおびっくりした、入ってきた。前に見たドラクエビルダーズのムービー、公式のムービーで、公式のムービーのオープニングかな、オープニングでなんかこう穴を掘ってゴーレムをその穴の中に落として、で自分は外からやっつけるみたいなのがあったけん、とりあえず2段ぐらい掘っといたら1段ジャンプで出れになるけん、それを狙って。ちょっと待ってね、自分の足場はさすがにちょっと確保しとかんとこっから出られなくなるから。おし、出れた。あ、でもちっこいか。ちっこいよね、かなりちっこいよね。ちょっと待って、もうちょっと穴広げよう。あー、スライム入ってきた。お前、邪魔だから。これはね、骸骨用に掘ってるんだからちょっと入ってくんなって。言ってんじゃねえか、ほら。私の足場使うなし。待って、ボロの服壊れたし。スライムに服壊された。ちょっと、原始人みたいな格好になったんだけど、どうしてくれるんだ。でもって。でもっていいじゃねえ。でもって掘れてないよね、この辺。まだちょっと、掘れるところが。これでいいかな。よし。じゃあ、とりあえず、ほい、こっちだ。こっちだよ、落とし穴は。はい。ん？今一瞬落とし穴に気づいたのに入ってくれたでしょ。おー、出た。待って、頭いいね。頭いいっていうか、一回気づいたもんね。でも気づいたのに落ちてくれるっていう。リアクション芸人並みのことをしてくれる。へい、こっち。もう一回、リベンジ。さあ、来い、落ちるんだ。で、落ちたところを、はい。やっつける。お、いい感じ。ちゃんとやっつけるよりはね。オッケー。でもちょっと穴広がったような気がするんだけど、気のせいかな。気のせいじゃないよね。でもやっつけたけんいいかも。じゃあ次、もう一匹。でもあれ、自分用の足場以外にもできたような気がするんだけど。多分ね、こっちの手前から上がってこれるんだ。だから、上がってくる前にちょっと、あ、やべえ、落ちた。やばい、しかも見えない。けど、おー、ちょっと待って、うわ、骸骨のドアップ。やばい、アングルやばい。やっつけたけど、アングルやばいんだけど。何事？ごめんね。でも戦うの必死だったの。へい、やっつけたよ、魔物。おお、すごいじゃないか。魔物たちを倒してくれたんだね。倒したよ。状態のいいヒノキの棒を拾ってね。調子に乗って魔物に戦い挑んだらこのざまさ。君はまぐれで勝ったかもしれないけど、やっぱり人間は魔物にはかなわないみたいだね。そんなことないよ。てかヒノキの棒でテンション上がるなって。お互い魔物に手を出すのはやめて、ひっそり生きていこうじゃないか。それじゃあさようなら。これからの君の幸運を祈っているよ。こんな場所でひっそり暮らしよったら普通にやられると思うよ。だって、穴だらけだし。丸見えだから。なんだよ。え、なんだって？旅の扉の先に人間が集まる街がある。そうそう、作ってるの。それで僕のことをわざわざ探しに来てくれたのかい？わかった。どうせ行くあてもないんだ。君の街ってところに行ってみよう。僕の名はケッパーだ。よろしく頼むよ。そうだ。もし君らの翼を持っているなら、使えば一緒に帰れるぞ。てかさっきからさ、使えば一緒に帰れるぞとか、君の街というところに行ってみようかとか、なぜ上から目線なんだよ。助けてあげるって言ってるんだぞ、こっちは。まあいいけどさ、はい、キメラの翼で、帰ろう。キメラの翼を使って拠点に戻りますか。拠点に帰りますか。はい、帰る。ん？私一人だけ飛び立ったけど。てか向こうにも島あったね、なんか。お、後から来た。なるほどね。お、これで。おお、すごいや。こんなところにこんな星があったらなんて。でしょ、すごいでしょ。ここにいると力がみなぎる。頭の中もすっきりと冴えてきた気がするぞ。ありがとう、アユナ。僕もみんなと一緒にここに住ませてもらうよ。僕はメルキドの衛兵の子孫だ。町を守る役目なら任せてくれよな。おお、なんか頼もしいね。んで、ほい。おお、アユナ。新しい長女を連れてきたんだな。うん、連れてきたよ。ひょっとしてあいつのあの服装、兵式通りのやつとかじゃねえだろうな。うん、その通りなんだけど。だとしたらまた危険なのが来たな。あんな奴の居場所、教えるんじゃなかったぜ。なんで？ん？どうして兵士がいたら危険なのかだと？人間は集まるとろくなことがね。それが戦いたがりの奴ならなおさらだ。お前、どうして城塞都市だったメルキドの町が滅びたか知ってんのかよ。知らんけど。悪いことは言わねえ。これ以上は人を集めたり、町を大きくしたりしねえことだ。そんなこと言ってさ、自分が協力してね、あの場所に人がおったよって教えてくれたんやんね。とりあえず苦労かけたな、あゆな。一応礼だけはしておくぜ。コネクトじゃねえ。クエストコンプリート。命の木の実。なんだかすっきりしない終わりなんだけども。どういうことさ。まあ、とりあえず、この辺で一旦終わっておくけども。はい。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。Twitter の方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そういえばスライムにさ、ゴロの服壊されたけん、私今めっちゃセクシーな格好なんやけど。